大島康貴と申します。映画やドラマの考察やレビューをやっているチャンネルでございます。日曜劇場アンチヒーローというドラマの第2話の直後の感想でございます。えー、かなり面白かったですね。第1話よりは若干地味だったかなという滑り出しでしたけれども、最後、えー、結構いい展開がありましてね、かなり盛り上がってきたなという感じでございます。えー、長谷川博喜さんが演じるですね、アンチヒーローたる弁護士がですね、えー、一つ一つの事件をですね、かなり乱暴に解決していくという体の、えー、立て付けだったので、まあ1話完結型なのかなという、えー 気配もしていたし、まあ一つの事件は庭で完結するという触れ込みもあったので、庭ごとに完結していくのかな、みたいな気配も見せていたんですけれども、実際はかなり大きなクリフハンガーが用意されておりまして、一続きの物語なんだなということが分かってきましたね。これかなりいい見せ方かなと思います。で、檜山というですね、パワハラ上司を殺したとされているですね、岩田貴則さんが演じている被告人っていうのが、検察にですね、でっち上げられた証拠で疑われているんじゃないかということ で、その証拠の熱造っぷりっていうのをですね、え、長谷川博さんが演じる秋純のチームがですね、事務所がですね、総出となってみんなでですね、え、熱像を暴いていこうというですね、まあちょっとハラハラドキドキするですね、潜入門の気配っていうのが前半ありまして、前半はそこがテンポ良く、割とコミカルかつスリリングみたいな感じで楽しかったっていう感じでしたね。え、で、後半はですね、ガラリと法廷劇に専念するという感じになりまして、次から次へとですね、我々視聴者が知らない2枚目、3枚目のですね、 試作ていうのが次々に出されていて、かなり面白かったポイントとしては、DNA 鑑定をするときのですね、部屋に入っていくときの白衣の枚数っていうのを確認したところ、どうやら記録されていない DNA 検査が行われた形跡が白衣の枚数が2枚多いということを明らかになるて、この下りはですね、非常に視聴者にとってもですね、結構フェアな感じのどんでん返しで面白かったなと思いました。で最終的には、秋澄もですね、長谷川博さんが演じている主人公ですけれども、彼も かなり弱者の味方だということは、これ一貫しておりまして、えー、その上司たるですね、教授に、えー、論文をですね、ちょっと盗まれているというような、かわいそうな、えー、助手の人から、えー、聞き出すという形を取りましたね。で、これは前回の一ノ瀬渡さんが演じていた尾形というですね、えー、耳が若干不自由な方からですね、証言を取るっていう、えー、時も彼を傷つけるようでいて、最終的には、えー、彼にですね、酒を組み交わした仲間ですから、えー、賠償金を取るということはですね、今まであなたを首にした企業からできますよと 1000万取れますよということを言っていたようにですね基本的には弱者の味方であると偽族であると、えー、いうことが、えー、非常にですね一貫したキャラクターとして見えていて良かったんじゃないかなと思いますでまあここはちょっとね細かいところですけれども、えー、論文の癖みたいなものからですね、えー、キャントとかドンとみたいな感じで not の部分っていうのを省略するのが、えー、教授のやり方でその助手の人っていうのはドゥーノットとかキャンノットみたいな感じで正式な感じでねノットを省略しないっていう、えー、形だっていうことから、えー、あなたが書いた論文 こをすよねっていうこも、あの、細かいですけれども、非常に、あ、なるほどね、そういう描き方、そういうヒントがあり得るかっていうことで、結構面白かったなというふうに思いました。えー、秋純はですね、まあ、なんか名台詞というか、え、長台詞を言うところが、え、前回もありまして、前回の動画でも取り上げましたけれども、え、今回で言うとですね、刑事事件の、え、裁判、司法制度そのものに対するですね、全体的な批判というのをするところがありまして、ここがかなり面白かったなと思いました。え、日本の刑事事件における裁判の有罪率、 は99.9%これはドラマでも言ってましたよね。ということで、8年前のハルクールですかね、えー、にやっていた99.9というですね、松本潤さん主演で、香川照之さんもうね、出られないかもしれないですけれども、えー、がやっていたドラマがありましたよね、えー。そこでの名台詞を持ってきたということで、彼は8年前に日曜劇場を見ていたんだということが、えー、明らかになりまして、非常にですね、繋がりを感じさせるところであります。えー、つまり、 検察官が起訴さえすれば有罪が確定することを意味しています。その数字の重圧を最も感じているのは我々弁護士ではありません。 検察官です。日本の捜査機関は優秀だから誤認逮捕などありえない。そう信じきっている国民の期待を裏切るわけにはいきません。起訴したからには有罪にしなければならない。で、ここはこのドラマの2話の前半で言っていた、おそらくですね、相手の検察官がやったですね、この悪事をですね、捏造をやってしまった動機であることとは、ちょっと違うことの内容を言っていますよね。国民の期待に応えるためということを言っていますけれども、このドラマの2話の前半では、彼が保身のためにやったというふうに説明がされていますので、ここでも、ね ですね、複層的なえダブルの動機の説明をえ、視聴者に向けてをですね、2回行っているということですねえ。身内に向けた説明と、この裁判の公式の法廷で行う説明っていうのをですね、えダブルスタンダードと使い分けているですね、非常に器用な人だということも、え実は描かれているわけですね。 え、検察官は、ありもしない制約を義務付けられる。その重圧が彼、えー、検察官ですね、を追い込み、今回のような不正を誘ってしまった。えー、で、ここから傍聴席に語りかけるんですね。えー、皆さんも心当たりはありませんか組織に属する者なら誰しも、全体が作り上げた考え方を前に、自分自身をねじ曲げてしまった経験が。ここでね、えー、ちょっとおっきな話をし始めたな、ちょっと暴論を言い始めたなという気がするんで、えー、ちょっとですね、ついていけなくならないように、えー、論理についていこうと割とみんな必死になるわけですね。 家族のため、生活のため、感情を押し殺すしかない。こうだと決められていることにはなかなか反対しにくいものではないですか 檜山さんがパワハラの声を上げられなかったのも、尾形さんが耳の病気のことを隠し続けたのも、全ては生きていくために仕方のないこと、残念ながら今の日本はまだそんな社会です。ちょっとね、この段落ではちょっと違うことを言ってるかなという気がするんですけれども、じゃあどうなるのか。ただ、我々を含め、司法に携わる人間は、人の一生を左右する立場にあることを一秒たりとも忘れてはならない。えー、つまりですね、全体の構造に巻き込まれて、えー、不本意なことをしてしまうということが、まあ誰しもあるでしょう。それは一般市民においてはあり得るでしょう。 それは、えー、構造の敗者としての市民というのは、えー、構造に押しつぶされている人たちです。しかし、えー、司法に携わる我々人間はですね、その例外でなければいけないという論理展開になるわけですね。これうまいですよね。えー、人の一生を左右する立場にあることを、一秒たりとも忘れてはならない、歪んだ思考が。 平穏な幸せを求めていた罪なき人の人生を奪ってしまう。それだけは絶対にあってはならない。というですね、えー。我々は一般市民とは違うんだ。一般市民よりワンランク上の自我を持っていなきゃいけないんだということを言っていますね。えー、裁判長、そしてここは裁判長に向けて矛先が向かいますね。 あなた方も同じことが言えます。あなた方にも同じことが言えます。裁判の数をこなすことに精一杯で、検察が提出する証拠を疑おうともせず、判決を下しているのなら、あなた方も役割を果たせていないのと一緒です。ということで、まあ、このですね、99.9というドラマでも扱われていた通りですね、そしてま、あ結構古くから、えー、この司法制度、日本の公直的な司法制度っていうことに関してですね、映画とかドラマとか小説の中で、えー、やり玉にあげるということは、これ多く行われてきましたけれども、これ弁護士の目線から検察を叩くみたいなことっていうのは結構 結構あったんですけれども、それは検察の人を悪人にするみたいなね形が結構多かったと思うんですよ。でそれに対して今回は検察側がですねこの制度とか構造に押しつぶされたやりたくないことをやらされてねじ曲げられている弱者敗者犠牲者だというふうに描いているわけですね。 で、まあ、実際はですね、検察に対してこう、えー、厳しいことを急断していくので、検察に対しては、えー、かなり厳しい目線を向けているんですけれども、どちらかというと、その1対1対応というかですね、この白対黒とか敵とか味方っていう話じゃなくて、もっと大きな話をしているんですよっていうポーズを取ることによって、えー、より説得力を増すっていうですね、これ弁論術を使ってるわけですよね。えー、これかなり面白いですよね。これ検察が個人的に悪いとか、えー、個人が私的に悪いとかそういう話をしているんじゃなくて、構造上、 検察が不正をせざるを得ない構造にあるんですよ。で、彼は犠牲者なんですよ。かわいそうでしょっていうですね、向かい側にいる検察をですね、非常にこう小さい人間のように見せるというテクニックを使ってるわけですね。えー、これ1対1で敵味方 A 対 B っていう構造の A が検察で B が私だっていう風にしてしまうと、あの、なんか同じランクでね、喋ってるですね、水掛け論のように見えるかもしれないですけども、いや、違うんですと。 これ大きな構造の中で、あなたは犠牲者になってるだけなんです。かわいそうでしょこの人は。っていうですね、結構ずるい弁論術を使ってると思いますね。えー、でこれが 最終的にですね、裁判官に向かって方向先が向かうというの、これもまた面白いところですよね。えー、裁判官、あなた方も裁く側だというふうに、えー、ちょっと俯瞰的な立場にいるように見えますけれども、あなた方も焦ってですね、裁判の数をこなすためにですね、えー、検察が提出した証拠をですね、うのみにしているんだとしたら、同罪ですよみたいなことを言っているというですね、これ非常に面白いし、やっぱりこの秋澄というキャラクターはですね、弱者の味方として、制度を疑うというですね、大きなものを疑うという姿勢とか、えー、思想とかが一貫したですね、 かなり、やっぱりですね、前回も述べた通り、えー、潔癖正義感だという人だというふうに一貫して描かれていますよね。キャラクターはこれかなり一貫してるなと思います。そこが、このアンチヒーローというドラマの若干ね、若干つまんないところっていうふうに言われてもしょうがないような気もします。なんかもっとですね、悪いところ、もっとドス黒いところとか、もっと私的なことをですね、公私混同してるみたいな要素があってほしいなというのは僕はちょっと望んでしまうんですよ。で、今回ですね、部下というか後輩の北村匠さんに対して、ちょっと罪をなすりつけるみたいな <No. S 2> ちょっと と、ちょっと嫌なところみたいなのが出ましたけど、でもあの程度だったら別にさっていう感じだし、えー、その後どうせ彼の尻拭いするんでしょっていう気もするので、なんかね、秋りのですね、キャラクターのですね、本当の内臓の部分みたいなのがあんまり見えてこないっていうところがですね、えー、現時点での僕はちょっと食い足りないところかなというふうに思っておりますが、えー、どうせですね、彼の信念が揺らぐところが後半あるんでしょっていうふうに思ってますので、そこが僕は楽しみで、えー、そこを主張モチベーションとして見ているというところが、えー、かなりあります。というの 主人公のキャラクター造形が一貫してて面白いというところ、でもありながら若干ですね物足りなさにもつながっているというのが僕の現時点での感想でございます。で全体的にはですねキャラクターが一貫しているので見続けるのは結構楽しそうだなと思いつつですね検察官のキャラクターとかまああと検事ですね野村万斎さんの検事の顔とかがですね割と露骨に半沢感出てきたなっていうところはちょっとですねあんまり半沢に寄せつ 寄すぎずにですね、えー、ザ日曜劇場っていう近年の空気に寄せすぎずにですね、もうちょ,もうちょっとスマートに行ってほしいなという感じもちょっとするかな。えー、でも、まあ、あと犬との関係性とかね、えー、もうちょっとですね、ずるいなぁと思いながら、割と、えー、アットホームに、えー、心が、えー、緩むところでね、会って嬉しいなぁとも思うんですけれども、えー、今回一番ピリピリしたのはですね、教場を見ている我々からするとですね、北村匠さんが雨の中、スーツを着て夜に一人で単独行動をするとろくなことがないということで、 ドキドキしたわけですけれども、最終的にはですね、岩田貴則さんが演じている檜山がですね、とある重要な証拠をですね、処分しているところを見てしまったと。で、これ僕の見立てでは、まだ彼が真犯人だと確定したわけではないとは思うんですけど、そういう描写だったと僕は思ったんですけれども、これ最終真犯人というふうに確定していいんでしょうかそこはまだクリフハンガーで引っ張られているんでしょうかっていうのは、これは若干意見が分かれるところなのかなと思いつつですね、やっぱりこれ彼アンチヒーローとして描かれているわけではない というか、やっぱりですね、これ検察側が非常に緩かったという話なので、あくまで検察のですね、立聴責任っていうのが刑事事件においては主ですから、弁護士側にはですね、真実を全て提示する義務っていうのはこれは全くないんですよね。だと僕は思いますので、だから真実を知っていたとしてもですね、それを封じてで,ですね、それを隠してですね、検察側に対して不利な えー、方向に持っていくっていうのは、これはですね、弁護士の仕事として別に、あの、普通のことなので、えー、これは、長谷川博己さんが演じている、秋純のせいで、真犯人が野に放たれたという印象がドラマの中で作られていますし、えー、それと、えー、同じようなことをですね、僕が、えー、ツイートしたところですね、非常に強い感情論が、えー、リプライでつきましてですね、え、検察だろうと、弁護士だろうと、真実を元に裁かなければならないのは、自明の理テクニックじゃない、依頼人が真犯人だと知った時点で白日のもとにさらさなければ正義でもない、えー、というですね、 このドラマが想定しているまんまとみたいなリプライが僕のところに着いたんですけど、え、これは違いますね。えー、これはただの感情論であって、えー、真実っていうかその、えー、制度とは全く関係のない、特に根拠のない、えー、ことを言っているなという感じでございます。えー、これは別にあの、弁護士の仕事ではないので、検察側の怠慢が大きかった場合、そこを突っつかれるっていうのは検察の怠慢なので、えー、真犯人が今回のに放たれたんだとするならば、それは飽きずみのせいではないんですよね。えー、それは検察のせいです。 はい、で秋純が今回調べにあたって、まあ、前回もそうですけれどもかなり違法スレスレというか違法ギリアウトみたいなことをしているのでそれはそれで糾弾されるべきなんだけれどもしかしですねそれで,さばいたそれで暴いたのは最終的には検察の怠慢を暴いているわけですよ。 つまり、秋純が、えー、悪い調べ方をしていようとしていまいと、検察が悪いことをしていたっていうのは、まず前提にありますので、えー、検察はそもそもですね、えー、立証責任を果たしていなかったっていうことを秋純は暴いているわけですね。えー、つまり、秋純は調べ方においては悪いことをしていますけれども、えー、しかし弁護士としての義務は果たしていますし、えー、まず先にですね、えー、法律上のですね、責務を果たしていないのはですね、検察側なんですよね。 えー、それを、えー、秋炭のサイド、えー、秋炭のチームはですね、えー、かなり法的なラインを踏み越えて検察側を暴いてい,るいますけれども、それは検察側の怠慢がなければやる必要がないことなんですよね。えー、で、これ秋炭側が事実を捏造し始めたらこれはアウトなんですけれども、えー、そもそも検察のやる仕事っていうのが、検察のやる義務のところに達していないということを秋炭は暴いていまして、えー、弁護士が刑事事件においてやる、え、刑事裁判においてやるべきことっていうのはそれなんですよ。なので、えー、これはですね、秋炭が悪人だというふうに視聴者が 淡いでしまうのはこれアンチヒーローロとととといいいううタイトルのまんまとやられれれているこころでで想定通りなんですけれども、えー、これはですね、秋みを批判しているっていうのは結構愚かな反応なんですよという、えー、まあドラマの制作者が見込んでいる反応ではあるんですけれども、えー、視聴者としてはですね、決してクレバーの態度ではないというかですね、えー、ただの印象論、感情論である。えー、しかしそれはドラマ側はそれを想定しているけれども、えー、それはあくまで印象論、感情論であって、えー、それはドラマ側が想定しているかなり愚かな反応なのであるよという ということは、割とこのドラマを深く見たいという人にとっては大事な視点なのかなと思うんですけれども、結構難しいので、みんながみんなは無理かなと思います。実際僕のところにも、僕がこういう説明をしているにもかかわらず、その説明を無にするようなですね、このドラマをゼロから見て、その瞬間にお茶の間でぼやいているかのようなリプライをわざわざ文字で書き込んでリプライしてくる人が出てきまして、あ、なるほどそうなのかっていうのは、僕はあの、このツイートを投げてみて、あの、実験のために投げてみたというところが、側面としては結構強いんですけれども、結果良かったなというふうに思いました。 なので、視聴者の中でもかなりですね、この秋純という人物が正義潔癖だというふうには見えていない人も結構いるんじゃないかなというところで、視聴者のですね、分断を生もうという、ある種のこう、社会実験のようなことをやっているドラマなのかなというふうに思いまして、今期はですね、虎に翼アンメット、そしてアンチヒーローというですね、三本を軸に見ていこうかなというふうに思っておりますけれども、結構そういうなんか複雑なというか、まあ、まあ、僕は一応法学部を出ていまして、 大学院とととといいいううこころににもも数年間通っててたので割と、まあこのでで割考え方方は比較的慣れれる方だと思うんですけれどもそうじゃなかったとしても、まあ割とですね、なんかちゃんとニュースとか新聞とかに、えー、触れる機会がある人からしたらですね、えー、長谷川博己さんが演じている秋純っていうのが別に悪いことをしているわけじゃないんだっていうことに関してはわかると思うんですけれども、えー、しかしですね、この日曜劇場、普通の人が普通の時間に見る、えー、ドラマとしてはですね、かなりですね、視聴者に愚かな反応を巻き起こさせようとしているというですね、えー、そういう部分の悪どさっていうのを 非常に感じまして、えー、このドラムの企画における一番のアンチヒーローはですね、長谷川博己さんが演じる秋純ではなく制作人なのではないか、えー、制作人の制作意図。 これ、バカを炙り出す制作意図というのが、悪い言葉を使うと、あえて悪い言葉を使うと、バカな視聴者を炙り出すという意図があるなというふうに思いまして、一番のアンチヒーローは制作人なのではないかというふうに僕は思いました。という感じでですね、割と面白いので、面白い限りにおいては直後感想というのを出していこうかなと思います。ちょっとだけ予告をすると、今期のドラマ割と出揃ってきて、ちょっとですね、良くないドラマというか、かなりつまらないドラマもちょいちょい見かけるようになりましたので、月末にですね、 シンバーップでで、えー、つまらないいドラマ配信というかですねまあすいません、公に言いたくないんですよ、あんまり。えー、なので、ワーストドラマ配信というのを、えー、やろうかなと思っておりますので、面白くないドラマ、良くないドラマ、えー、私のアカウントに何らかの形で DM とかで、えー、見てたらあのいいですけれども、見てなかったらこれ見といてもらえると、あんまり良くないドラマの候補に入れられるかなと思います。みたいな情報を送っていただけると非常に嬉しいかなと思います。えー、1回で聞いてね、わかんなかった方は、えー、なぜ秋みが、えー、決してそこまで悪いことをしてるわけじゃないのかという論理に関しては、あの 怒りのコメントをですね僕のところに書くのは自由なんですけれどもえしかしこのドラマのメッセージっていうのは変わらないので別に僕にコメントを書いてもねえなので私の結構わかりやすく説明していると思いますので私の空き済みのモットーに関して説明しているところっていうのを繰り返し何回か聞いていただけるといいかなと思いますえ何回か聞いた上でそれでも許せないというブチ切れのコメントがあるんであれば送っていただいてもいいかなと思いますけれども結構ねこれはねそれはね制作人がねあのね織り込み済みでねやっている愚かな反応ですよというのはこれはね変わらない ないところなので言っておこうかなと思いますけれども、えー、嫌な気持ちになった方がいたらごめんなさい僕はでも飽きずみは別にあのブレてないなというふうに思っておりますしそう描かれているというふうに思っております、えー、というわけでアンチヒーローの第2話の感想でございました皆さんの感想コメントお待ちしておりますありがとうございました